石井選手もね難しいところ打たれて、はい、で近藤選手と松本選手とねこのクリーンアップに難しいボールを抑えてはいるんだけど結果としてヒットになってるっていうところなんで、右中間高く舞い上がったライトセンターともによる風はどうだ、ラグーンに入りました、ツーランホームランは清宮、ファイターズこの回逆転。石川打たれました、清宮ホームイン14号のツーランホームラン、この回だけでヒット4本という集中打。一番マリンとしては痛い点の取られ方になってしまいました。ファイターズはこれで岩佐5号のスリーラン、岩下でも止められませんでした。ゲームはこの回も4点で8対2。今日は上沢のためにというそんな思い、3打席目も清宮打ちました。今日はの試合の冒頭にね、はい、下位打線の4番バッター7番だよねみたいな話、何根拠はないんです